第3。えい。どうかな。ちょっと待って、なんかこれ変えたいな。ラストスパート。スーパー。うん。久しぶりです。こんばんは。ただいま。ただいまー。意外とね、大丈夫だった、ツイキャス。画角が難しい。ちょっと待って。うわー、ごめんね、みんな。よいしょ。どうだ。何か。お茶わくありがとう。お茶わくありがとうございます。待って、私のところにちゃんと出てないんだけど。500、5000じゃないよ。500です。そう、お茶で、さっき書きたて、ほやほやの、家族な、通知が出てきた。嬉しかった。そう、遅れて今来たわ。遅れて今来た。お茶枠500ね。家族降ってきます。家族かまってちゃん。ここからの続きいきますね。よし。頑張るぞと。で、なんでこうなったんだろうな。あ、待って、カラー100。ものはいつか、必ず終わりたくるけど。待って、アップタイム流れてるっていうことは、もうすぐラジオ体操来ちゃう。まあ、ラジオ体操一緒にやるか。みんな一緒にやりましょう。ちょっと待って。ちょっと待って。終わったかも、400。もう、真実？ちょっと待って。怖い話になってきた。300台。37、98、急に500来た。急に500来た。あ、じゃあそこら辺からないかも。411。そうですね。ちょっと待って。もう、ややこしや。ややこしや。あ、すごい、ゆうくんもいる。これは赤ずきんと。赤ずきん健康じゃん、完全に。ちょっと待って、わかんないから、一回ちょっと待って。一回見てみますわ。え、308、309。78、379、380からのそこらね。で、ちょっと待って、一回見てみよう。300。リサは合ってるから大丈夫。あ、忘れて追加してくる。なるほどね。飛ばしちゃったので、リサちゃん合ってる。あ、リサは合ってるから大丈夫。そう、なんかでも、この300が入ってないってことだね。この中に入れたいの。366。370。どこだ。375。370。おぉ。全然できない。全然できない。あった。378。で、387まであって。よしよし。戻ったね、何も。これ戻ってるけど、ああ、みんな、死ぬな。戻ったものの、これ入れてるやつは、私今サイン書いてないってことやな。ちょっと待って。370。ああ、ラジオ体操したい。ラジオ体操したい。ラジオ体操したいよ。ここから書いてないね。378から。よし、物消しゴム。あとで鉛筆書いておいてよ、私。
からこう書いてない。じゃあ先にこれを書くか。一回ここら辺に設置するの。ちょっと一回ラジオ体操するわ。うーい。うーい。顔しか映ってない。さっきは体しか映ってない。映んなかったのに。極端。動画見るの忘れた。わからないラジオ体操始めて。斜め腕、こっち、これか。合ってんのかな？今来たシュール。え、わかんない。わかんない。わかんない。手を腰後ろに？わかんないわかんない。手を腰後ろに？あ、これね。左だった。右に行ってるな。手足の運動さっきやったの。わかんない。なんか、こういうやつあったよね。わかんない。腕を振って、ま、体を、あ、これね。すごい手足動かすんだな。お茶ありがとうございます。おはよう。朝だね。深夜にラジオ体操やると思わなかったけど楽しい。そう、体がね、凝り固まっちゃうから。体がね、凝り固まっちゃうから。えい。みんなを倒したくない。みんなを倒したくないよ。いけるかな。じゃあ、抜けていたこの部分、かきまんじろうスペシャルです。やっぱ夜の方が元気だな、基本的には。夜っつってもさ、言うて夕方から始めてさ、今やっと夜っていう感じだけどね。君の中、理想かな、ヘルプシスト。頑張り、万太郎。ラストスパートの一家族。ジャンク100は家族じゃないか。よいしょ。ちょっと行きましょう。
いいね。ラスパ始まって即ゴッドソングいいです。これもちょっとなんかカラ感少ないから。待って、銀が暴発するっていうことが分かったんですよね。こっちの銀だったらいけるか。いける。いつやばいか、いつやさすがに。いくらこうなるか、ちょうだい。ガシン、ガシン、ガシン、ガシン。臭い、これ。このペン臭い。臭いけど多分、乾いたら臭くないはず。安心して、これを受けてる人。塗ってる時だけ。やっぱりみんな、こうなってしまうんだ。ちょっとアングル的にいろいろ見えないかもしんないけど、斜め上向いてもらおうかな。えい。手元見えないんですけど、これでもいいですか？ いてて。ごめんね。ちょっと手元何も見えないんですけど、これでいいですか？すいません、ほんと、すいません、ほんと。上見てる、上見て。ちょっと上見ていこう。上向いて歩こう。このような感じで、ちょっと。綺麗でしょ？キラキラなんだよ。キラキラなんだよ。すごい。ブドウに。これはブドウにしようか。のこさんが間違えた数字。ブドウにしてみる。さあ、もう、めちゃくちゃ、勉強する。さあ、いいんじゃないでしょうか。この奥のブドウにも発泡しとこうか。勝手に出す。じゃかじゃかじゃ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 
不良です。それはもう不良です。じゃじゃん。でもね、もしかして本当にできちゃうかもしれないよ。あ、沖縄か。じゃないこれ。もしくはうんち。もしくはうんち。逆にスフィンクス書くか。スフィンクスじゃなくて。あ、もうダメです。ちょっと待って、もうダメです。え？むずない。
ツタンカーメン。あ、かわいい、スフィンクス。あー、金すぎて配信に乗らない。キンキラ金すぎて配信に乗らない。マシュマロにしちゃえ。そんなの。シートフルー。割と喜んでるんだよね、子犬が。できたかもしれないよ。リンゴ。おい。おい。いいようだ。もでも書くか。ポってさ、書くするときどういう感じだっけ？そんなのかな？黒の書き方がわからなくなってきちゃうと。虹も渡しとくか。お前、お前、俺、絶対に違ったな。色の流れが。もういいか。虹のカラー感がわかんない。はい。サイン。おい。183。本当に順番合ってるか。桃かな？葉っぱ足したら分かりやすくなるんじゃない？ちょっと葉っぱ足してみよう。これで桃じゃなかったらマジでごめんね、モノくん。ピンクどこ？ピンクどこ？ピンクどこ？イエイ。今日はです。レモン。だいぶシンプルな。普通シリーズが。
素敵ね。桃ですよ、かって桃で。桃じゃなかったらどうしようと思ったよ。この世にさ、不思議があってもいいと思うんだけどさ、キモロ君の色紙だけでさ、この世の不思議をかき集めちゃってるよね。なんか多少わかりやすいやつがあってもいいかなって、思ったら、丸。これ何？ただの荷物？ちょっと髪の毛が描いたモノクロのサイン？荷物スタート。ゾウさん、ゾウさん、突然絵がうまい。はいはー。でさ、ちょっとさっき具合悪かった時にさ、窓開けたの。ちょっと。換気的なんで。めっちゃ街の声が聞こえたらごめん。ね、どうすん。ありとあらゆる油性ペンが限界を迎えつつ。来たな。去年もあったバラン。え、これバランだよね。ただの草じゃないよな。バランで合ってるよね。たくさんウインナーとか書いておこうかな。ありがとう。たくさんウインナー。かわいい。タコさんウインナー。ピント合わなし。一応終わったぞ。変な区切り文。変な区切り文終わりました。今度こそ400枚ちゃんと終わったね。377、378。で、387、388。よし。OK。じゃじゃーん、できました。今度こそラストスパートの本当の本当のラストスパートだ。401から406まで今終わってやろう。じゃらの？400、OKOKOK、407、408、410、2個だけど、411、OKOKOK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 、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 O
に。ちょ、うんちが比較になっちゃって、ごめん。さっきは別に、良き画角では決してなかったけれども、さっきはさ、どんどん減っていく様がさ、見えたってわけだよね。その醍醐味が消えました。ちょっとさ、ほんとごめんね。せっかくさ、序盤はどんどん減っていく姿が見せられたんですよ。天狗です。天狗モノフ。なんで全部モノフにしちゃうんだろう。僕の疑問。なんで全部モノフにしちゃう。ウド鈴木はただのウド鈴木だった。いや、まあ、ウド鈴木とモノ君の融合は意味がわからないか。え、じゃあ伝えきれない。おい。
天狗には触れていかないスタイル。あなた名前すごい長いわ。とてもいいと思う。リスナーからのお願いで、なるほどね。リスナーからのお願いで、モノクを融合させてほしい。どんなお願い？リスナーちょっと狂ってない？それ。ちょっと合体したて今頑張ろう。お願い？病んでるよ、それはもう。病んでもね。とりあえず、バイナン。とりあえず、バイナン。パラダイスモーク。富士山モノク。あ、ありがとうございます。モノラルギャルだから、そうなんだ。モノラルギャルと言えない。モノラルギャルはみんな狂ってるってことか。万物がモノ言うんだったらいいのに。過激派だよ。そんなバンドのファン見たことない。それこそ。やばいよ。あ、出た。仲間。虹かかってるね。さすが。全員優勝。どうしようかな。ゲッシュゲッシュゲッスリー。人類仲間たち。ゲッシュゲッスリー。ゲッシュゲッスリー。100？ 何の 100？ あ 100って言ったけど411って書いて。矛盾がすごい。この世には真実が人の数だけあるんだよ。それ。はい。キャッスに。うわー、すごい複雑。髪ヘルかぶってる猫。
キャスキャスキャスリン。キャスキャスリン。キャスキャスキャスリン。まあ、可愛くしたい。いいやつ。ちょっとカラフルに。ロイーズ。悪い字かな、もしかして。紫だから。あ、薬の目アラームが。えい。飲む薬。これじゃない。お茶とかね、読めない人ごめんなさいね。お礼はちゃんと送る。例えばさ、お子さんの誕生日の時にさ、お子さんにさ、お茶爆したからさ、お子さんからお礼届いてみて、すげえな。鼻に来た。なんでかわかんないけど。なんで？特製タイムです。そう、残さんから私にお礼が来た。あれね。みんなにも届くやつね。お茶お礼ね。そう、お礼が。あ、チーバくんわかる。チーバくんわかる、これ。私はこのチーバくんの鼻の先に住んでました。細チーバくん。確かに細い。うわぁ、怖えなぁ、これ。書いてあるけど、こんなやつはいねえのよ。ピルモンじゃん、どっちかっていうと。ピルモンじゃん。ピルモンだったら似てるわ。強引すぎる、いや、ほんまに。とりあえずサンリオって書いとけばいいみたいな。安直な。もう何もわからない。私は何もわからないよ。でも足がたまごっちっぽいな。たまごっちの何かはわからないけど。たらこっち？たらこっち？ちょっと待って、たらこっちってこんなだっけ？毛入ったっけ？たらこっち。
ああ、ふっすとは入ってないかもしれないけど、入ってたかもな。ふっさーとは入ってないかもしれないけどね。はなかっぱに燃える。確かに。話をしたらはなかっぱの方が似てる。明日ね、早いんだ、実は。明日ね、早いんだ。寝れんのかな？逆に寝ずに行って。いや、無理か。その後もあるもんな。普通の恐竜。ハードスケジュール。そう。あのね、そう、あれだから、何これ、何これ、何これ、卵焼き？何これ、UFO？UFO？ 何これ？何これ？ フィリピンのお母さんのモノマネっていうやつ。あと、マッコベ。未確認。残り宇宙にされた。あ、なるほどね。本当はわかんないんだ、なんだか。じゃあ月とか書いとこうかな。しかも、なんつうかさ、色何これ。何これ、シルバーか？グレー？何とも言えない色なんだけど。全体。なんか星とかにしとくか。星空とかにしてみる。ちょっと綺麗にしてみました。どうでしょうか。キラキラー。お月さん。うん、かの。ただのルイージ。ただのルイージ。生きている。頑張ったよ、頑張ったよ、お嬢さん、なんじゃあいけないよ。すごい、みんながキラキラ。あ、わかるよ、ドラえもん。ドラえもん、ドラえもんさ。ドラえもん。俺もって覚えてる。フラッシュ時代。みんな生きてた？フラッシュ時代。オビタのわさびとか知ってるか？ここがインターネット論議会だ。ようこそ。うわぁ、神々しい。太陽神もの。懐かしすぎる。おぉ、けど、やったぜ。フラッシュ倉庫。やったー。知ってる。わさび、懐かしい。わぁ、さぁ。よかった、覚えてる人がいてくれて。
いつか苦情来ないか心配。みんなちゃんと家行ってくれる。嬉しい。うわ、気持ち悪い。これはなんだ。151って書いてあるから、ミューだ。すごくないですか？わかるのが。絆。のこさんもみさちもめっちゃ正解。うわ、すごい。のこさんもわかるんだね。カブトボーグ違う。カブトムシ。いや、カブトムシ型の、カブトムシ型のマウス。だってなんか、マウスのさ、クリックするところあるじゃん。223。仲良しすぎて好き。もうさ、泣き声書いちゃってるんだよ。ほほほほ。次くらい。ヒントの与え方。53万か。なんか出てきた。失敗パックなの。足が痛い。一回生産なのか。うん。この人がすごい音だ。黄色すぎて、配信に乗らない。アクアマン。アクアマン、私さっき切っちゃったよ。アクアマンだよ。アクアマンだよ。ワイキンマンかっか。思い出せないバイキンマンの正しいディティール。思い出せない。じゃあ、事件すぎる可能性があるから、ディティール見てもいい？
なるほどですね。リサコ、バイキーマン覚えた。ああ、よかった。さっきのワドルディみたいになんなくてよかった。見て書いたのに全然うまくいかなかった。バイキーマンはうまくいきそう。これついでにさ、モンくんが書いた。アンパンマン、ちょっと着色しようか。いいんじゃないでしょイエーイ。豪華。キャップ、キャップ、キャップのマークのキャップ。寿司。いろいろ混ざってる。いろいろ混ざってるな。違ったな。なんか違ったな。はい。なんだろう、これ。ただの、あれかな、ボクシングのパンチ感。パンチ。グローブね。うわ、X and Twitter。お疲れまんじろう。ゲソじゃない、ただのイカ。ちんかな、え、さすがにでも。
ちいかわ好きなだけあって、その、なんつうんだ、ポイント押さえてるよね。逆に言うとさ、なんでパンダわかんなかったの？一番の恐怖じゃない？それ。怖い。怖くなってきた。モノくんのことが。ないよ。ちいかわのディティールはわかるのに、パンダのディティールがわかんないまま。アラフォーに突入した男。かわいい。ミサチのおかげでパンダ覚えてた。本当だね。これから、モノ君にいろんなことを教えていこう。彼はまだ生まれたての AI だから。きっと、誰、ノトの何か。勇者。なんか勇者。わからんけどね。何の勇者か。大の大冒険ではないよ、さすがに。勇者、ただの勇者か。ただの勇者か。モノ君からっていうと、これはかつてのモノ君ということだ。こういう気持ちで冒険を始めたんやね。髪の毛がモノ君から。マリオ。あ、400入ってからやっぱ長いな、なんか。まだ433だわ。後半にも差し掛かってない。もういい。待って。カンナ工場のラッキーも来た。ラッキークッキー。おろし大好き。ポリポリ。どうしようか。うわあ、なにこれ、わかんない。あれ、マジロかな？違うか。なんこれ、未知の生物。正解なんだ、やったぜ。コロンビア。だって450いったら、一回あれする。飲み物休憩する。
魚描いちゃおうか。お魚さん。魚さん。世界滅亡？地球割り？割れた地球？ どんなクエストなん？どんなクエストなん？これはリクエストした人は多分、地球が割れたら明日会社に行かなくても済むなとか、そういう気持ちだったのかな。切ないぜ。地球、色塗ってあげようか。教則。エビうまない？エビうまいやんけ。ももくん、エビうまいやんけ。カニ書いとこうかな。カニ書いた。カニを嫌がったな。じゃあ、これにはイカを描いてやる。カニもいたか。桜の花に乗せて。ぐるる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 る
俺たちが一体この瀬戸際何周するんだろう。140じゃない、もうな、数字読めなくなってくる。もうな、これわかんない、わかんない、わかんない。爆弾くん。って何？これ何これ。わかんない。440です。440です。ブルベリーアイね。あのさ、若さ生活のさ、TikTok 見たことある人いる？かわいいんだよ、上司が。てかね、なんかね、全体的にね、狂気。全体的に狂気だったよね。はい。さっくん、ゆうくんでしょ。ゆうくんでしょ。でもなんか、ね、いきなんだけど、まあ、赤ずきんと健康なんだよな、これ。髪型が赤ずきんと健康だからかな。ゆうくんの。これね。わかった、すごい。もうちょっとカラーが足りないから。キラキラにして輝くゆうくん。眼差しいやらしいかな。いやらしいまなざしなんだけど。できました。ポロくん、こう見えてるの？ポロくん。そう、びっくり。じゃあ私はバラを描いとくか。バラ描いとく。勝手にチューリップのとこ。ひまわり。どうして起きられるかな、不安。
不安あり。インプーもしっかり。あ、ピカチュウカラーになっちゃった、私のせい。黄色にちょっと赤いやつを描いた。なんか怖いの見えた。もう分かってきたよ。ハリネズミだ。もしくはハリモグラ。のこさんお化け描いてない。え？私はどっちに合わせたらいいの？世界観的な意味で。おお、どっちに合わせたらいいんだろう、これ。両方行きましょう。両方行くか。じゃ、ちっちゃくジャコランタンをここら辺に書いて。あ、いつみはわかんないや。うさぎさんとか書いておこうかな、じゃ。リアルなうさぎさん。ジャコランタン。あとこう、ね、できました。じゃあ、あとウサギも。ウサギもちっちゃいジャコランタンを描いて。てりーん。ヨッシー。ヨッシー描いてた。私ヨッシー描けないわ。描きません。ヨッシーが無理。ヨッシーが無理。チャレンジできない。体が細い。確かに、めちゃめちゃ体細い。スペースなかったやろ。でって言うだけか。ガリガリよし、桜ぼ。セミ鳴く。お、カラオケで歌ったことあるんですけど、死ぬよね。こ
この曲カラオケで歌うとするとね、死ぬんです。都市伝説とかじゃなくて、喉が死ぬんです。すごく高音でした。そう、すごく高音。歌ったけど死んだ。でしょ？死ぬんです、この曲。わーん、怖い。PT かなって思ったけど違った。ケロッピって書いてある。ケロッピじゃなくね。表も裏もケロッピじゃないという衝撃。ケロッピ書けるかな？ケロッピチャレンジ。ケロチャレー。いいよね。かける気がする。あー、顔ね。うまい。ケロッピ感はだいぶあるでしょ。眉毛あったっけ、ケロッピって。こんなシックな顔じゃないよね。ちょっと待って、一回見てみて。正解はこちら。眉毛ない。あ、もし口がしてるんだ。こっちだけピンピンしとこう。かわいい。かわいい。からの シニアだね。テンションがシニアだよ。あまりめ。ああ、例のやつ。かつてグッズになった。待って、今さ、膝からさ、聞いたことない音がした。キャリキャリキャリみたいな。今まで膝から聞いたことない音が、とうとう奏で始めました。今、縦に出してるのよ。体勢変えないとなんか変な感じになってきてる。体が。ふぃー。縦膝逆。まあ、右に立ててたから。あばば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 ば
スローだ。って書こうかな。インターネット。おい。おい。50まで行ったら、二度と行かない、これ。やばすぎかちゃう。チキンの横に。私のお母さん。卵の場合は逆になるのか。
お願い、この子だけは助けて。卵持ってかれるニワトリの気持ち。ラン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 
カタツムリだ。なんか時期によってさ、痛いところ違うわ。なんで？一個ずつ死んでって。あともう少しそう。あともう少し。足ぷるぷる。このね、途中から来た人のために説明すると、ちゃんとスパッツ履いてるんで安心してくださいねっていう。パンツは見えないよ。太ももは見えるけどね。麦茶します。そう、アップブーシンすいません。見つめ合おうよ。いくよ。じゃんじゃん、せーのだった。お好きだよ。でしょ。やばいじゃん。でしょ。いいわ。笑うが勝ち。私さ、そこ、ここらへんさ、口パクでライブでさ、毎回、グミしようとかさ、ミルチとかさ、ゴスマって口パクで実は言ってるんだ。新情報。多分誰にも気づかれないけど。ドラム叩きながら 一生多分誰にも気づかれてないけど。あ、来た来た来た。じゃ、これだけやったら。毎回一生わかんないんだよな。ここまでは多分合ってるんだよな。体が毎回ボキボキになった。高田ぜ。そのあったっけ。始まりましょう。3回？あれじゃないよね、多分ね。わかんないや。ね。まだねじる運動。左に大きく。
手足の運動。なんか声だったよね。わかんないでな。どう言うんだか。ああ世界一最高にならない何度目かのラジオ体操。ギフフ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 。どうせ2回入ってくるのかな。頭と締めに。もう一杯だけ飲むわ。うん、カラーに差し掛かってから倍の時間かかってるね。さっきまでさ、100書くのにさ、一周で終わってたじゃん。プレイリスト。まあ、なんかさ、前回外れてた分入れ、いっぱいかかってる。よいしょ。ラストスパート中のラストスパート。進撃の巨人のアニメのさ、ファイナルシーズン、ファイナルみたいな。ファイナルシーズン、最終章。ファイナルシーズン入ってからめっちゃ長いな。本当に本当にこれで最後になります。頑張りまんたろー。あ、キーキだ！キーキだ！私キーキのまんまにしてたんだっけ？お茶100ケーキになってんのか。ありがとうございます、ケーキ。最近ね、誕生日だったんで。で、無駄にさ、無駄に一回さ、猫さんからもらった、リファでマッサージしようかな。気持ちいいかもしれないし。今やったら。じゃじゃん！うわ！このサイズです。やっぱこのサイズですよ。残りファー。あー。みんなもさ、結構美容グッズとかくれるじゃん。みんなのおかげで本当に。応援スター綺麗だね。そう、小さいのが欲しかったの。一番いい。嬉しい。一番いいっていうか、一番欲しかった、今。ああ。ハグハグ。気持ちいい。マッサージされてる猫の動画なぜか自分を見て思い出した。小顔ローラー。使われてる猫のやつ。気持ちよさそうな。気持ちいい。即答機に。今日さ、ニュート付き。いいよね、頭皮。
ていうかさ、なんだ？頭のサイズだったら、これでも十分さ、小回りだけじゃなくてさ、結構、大きな範囲持っていけてる気がするんだよね。ああ、気持ちいい、首後ろ。にゃ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 に
癒された。癒されました。頑張るか。頑張るクイナー。ちょこ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 まあ、そんぐらいあるな、ちゃんと。わっ、すごい！腰先！じゃあ、6カ所目。続きを頑張るよ。続きは頑張るよ。星空、星と月と太陽は全て輝いている。もしかしたら地球じゃないのかもしれない。イエーイ。お、バスケットボール。わかりやすい。世界一。よし。なんか黄色で年とか飛ばしてた。キンキラキンだよ。X5。ドラマ、ドラマ。残さなさい、蛍光ペンすぎん？
え、なにこれ、スパム？パン？パンヌ？なんか変な断面図なんだけど。パン？パン？わからない。僕にはわからない。フランスパンか。なるほどね。はい、せーの。マックの時間。フランスパンか。食パンでも書いていただけるか。なんかカビタビになっちゃった。なんでだよ。なんでカビタビになっちゃった。知ってたね。知らないよ。あ、ヨッシーの卵だ。赤もあったよね、確か。赤書いとこう。あばばばば。ストップとタン、ストップとタン。ドカン。半分超えた。半分超えたよ。半分。ここから比べて半分かわかんないけど。なんかわかんないけど、いろんな半分を超えてきた。これが本当のラストスパート。せや。久々に本当に心の底から何が何なのか分かんないもの出てきた。何ですかこれは。これは何ですか。これはーつって。でも、これがちゃちゃらおかしいぜ。じゃあリボン書いとこう、私も。えい。なんかカラー感かわいいわ。紫とピンク。かわいい。チョコレート。
チョコレート。メイジって書いちゃってるけど大丈夫そう？許されるんか、これは。ママ、手伝いはしない。アメちゃんとか書いとこう。アメちゃん。うわぁ、玄関に見えて怖いね。玄関書いてみようかな。頑張ってみます。耳ら辺がどうなってたか。耳ら辺がどうなってたか。比較的ゲンガーっぽいものできたと思います。他の二人よりかゲンガーがあると思います。これは紫一色なんで、ちょっと。金。金でなんか書いてる。うん。たまにはリボンとかして。意外と何なのか分からなくなってしまった。リボンが。まあ、キラキラしてるから可愛いでしょ。本当、どんどん絵心上がってる？やったぜ。な、これ。虚無モノくん2。おい。バニャン、バニャン。あ、おいしそう。パルム？本当はガリガリ君、ちょっと待ってくれよ。全然違うじゃねえか。お題にとってもさ、書いちゃったもんね、海。波？波かな？
漢字で書いちゃったもんね。ふみ。ザパーって書いてあった。うん。進んでる。あ、チーズ。うまい。唇がバキバキになってた。ネズミ描いとこうか。ガスガスリン、ガスガスガスリン。なんか長くない？気温100。気のせいなんだよね、絶対。ライオンさんかな？ちょっとハゲあるってけど。ドキュニちゃんが帰ってきた。猫が鳴いています。ごめん、まだサイン配信が終わってないんだ。まだ終わってないんだ。配信してるの。まだ終わってないんだ。衝撃的なことに。お疲れ。疲れ同居人ちゃん。いや、お疲れ様です。うわ、怖いの来たらですか。ここに鼻の形が気持ち悪いんですよ。この顔忘れられない、ぐったりしてる。これどこなんだっけ。結構と同じの口。確かに。あとさ、おせいか、これこれ、あれなんか結構その再来なんだけど。この再来だけど、こちらは多分、マリオのかな？増殖してる？もしかして。もしくは同じ歴史を私繰り返してる？どうかしてるよ、本当に。
きなか。目立つ木の細かいとこか。マリオには紫キノコなんてないけど。泣いとるな。ミッフィーだ。ミッフィーだね、ちょっと。もう好きにこことって好きにしてもらっていい。今自分のサイン書いてるのかミッフィー書いてるのか分かんなくなっちゃってるし。ミッフィーだったら書ける気がするんだよね。なんか違うな。なんか違います。なんか違う。どうかな。うん。いっぱいあるペリコ。待って、わかんない。これわかんない。教えてみさこに元ネタ。多分知らない。これの元ネタ、みさこ知らない。ペリコ、かっこモノくん。あ、モノくんが育ててる。草自体の名前なんだ。怖くない？草に名前つけてる人。みんながつけたのか。それともモノくんが自発的につけたのかでだいぶ意味合い変わってました。なんかいっぱいお土産が。うん。もらった。すごい。だって、すごい、ドクニちゃんが、お客さんから、もらってきた、アンパン、ゴールデンカムイ。すごい。わー、アンパン。ゴールデンカムイの、月間アンパン。読み方わかんない。なんて読む？なんて読む？月寒じゃないよね。北海道のお土産。牛土産。はい。これで。ほい。ドクニちゃんと私が揃って帰ってきてるときに猫は一番泣くんですよ。北海道小豆かな。北海道小豆っていうのがあるのか。何回も北海道に行ったことあるのに。何これ、ライブ中ののこさんかな。わからんな。もう何もわからんよ。どうしたの？どうしたの？
ちょっと色の統一感でした。どうしたの？何どうしたの？泣いてるね。めっちゃ泣いてます。これは猫だよ、マットオラン。ねえ。猫だよ。お前さんだよ。これは何？あれ、猫じゃないかも、これ。待って、これ何？これ何？コウモリなんだよね。あ、怖い話聞いちゃった。コウモリだったんだよ。コウモリ、胴体に顔あるんだけど、この服に。どういうこと？なので、コウモリっていう字も読めないんですか？ダジャコラウターの出番かね。時に茶がね、一生懸命猫にね、お手仕込んでるんだけどね、1ミリも覚えない。撫でられに行っちゃう。撫でられに行っちゃうの。かわいいね。ちょっとジャコランパンちっちゃいやつ。めっちゃ泣くやん。めっちゃ泣くやん。すごい、ハロウィンだ。あ、カレーパン、カレーパンマン。去年と変わってないやつ。カレーパンマンのクオリティは去年から変わってない予感がします。せい。不安になるビズがある。表も裏も。ミス！ビ。ビス。ビス書いてみよう。どんぐり。持たせたい。あ、下手です。あ、モノくんのにすごい似てる。顔がちょっと不安じゃないぐらい。顔だけちょっと不安じゃないだけ。似たような。仕上がりに。まあでもね、一人よりもさ、二人いた方がさ、寂しくないじゃん。
あと何枚だ？まだあるな。終わらねえぜ。クジラ。これクジラの塩かどちらか。どうしたの？ごま油。好きと思うのか。これなんか綺麗です。淡いピンクも使われています。これこそ、メモを貼ってあるの。はい。すまぬの。うん。ごめんね。ごめんね。夕方から始めて、ずっと終わんない。もうだ。あとね。100枚。ラストの100枚。うん。ラストの100枚ではある。あれこいつの蓋どこ行ったか。あとで探すか。あ、あったあったあった。あったけど、紫のじゃなくて、紫と青のキャップが。私たち入れ替わってる。ご飯食べたの？食べた！食べた。食べた。具合悪くなって途中で。お腹が減ってるからじゃないかっていう説があって。あ。来ました、ジャコランタ。あえてここはじゃあ、スロバキパイの方。もしくはトリックアトリートとか。ナミス。うぃ。いや、風邪ひくないよ。風邪ひかない。ひきたくない。ないでござる。はいはい。バイキンマンかな？違う？この記憶スケッチ、他のメンバーの記憶スケッチが何なのか当てながらやったらすごい時間がかかる。ああ、なるほどね。でも、リスナーさんはバイキンマンだったかなって言ってる。曖昧、曖昧だ。前の人が書いたやつのスケッチ。スケッチを。それは一体何だ？ちょっとね、クイズ形式でやった。わけわかんないっす。わけは。わけわからん。
一体何なのか。それはちゃんと埋めてあげてる。そう、優しい。バランスよく。多分そう。多分そう、やばい。もう絶対、な、なんなんこれ。おち、おちの生首。なんこれ。え、一番少ないやつ来た。マリモなんだよ、マリモ。マリモ。何を逃げんの確かに。さっきミキオン、ミニオン。だよって言われたやつ。四角かと。あれね、ミニオン一ちっちゃ四角だけど、角うん、画伯。画伯。確かに。物画伯と考えた将来が有望かもしれない。いいね。そう。まあ、エンタメ性は。うん。確かに。言われると思い出す。ちなみにね、同居日中すごい模写得意なんです。模写うまい。びっくりマンがいる。なんなんっていう。はい。これ、モノ君の配信見てない人、マジで本当に心の底から何なのか分かんないやついっぱいあるやろな。ペンギンさん。これは分かったよ。これは分かったよ。全部分かりたいけどね。記憶スケッチ系で、一番難しい、自分で全然浮かばないのはね、コンビニのマークとかがやっぱ結構めちゃめちゃむずいよね。ペンギンさん。アザラシとか書いた。ああ、減ってきた。今減ってきたよ。前回も届いてから戸惑ってるツイートいくつかあった。私だ。ところでわかる。私。一空に似てない髪型的な。こんなさ。こんなさ。ハードロックの。ハードロックのさ。ミュージシャンみたいな。ハードロック。イニシエのハードロックミュージシャンみたいなボサボサ髪しとらん。あわわわ。どうにかこのプレイリストが。この週で終わらせたい。1時間ぐらいのプレイリスト何週も何週も流してる。一週に一回ラジオ体操が入ってくるっていうシステムに。ラジオ体操するの？そう、その時はする。だいぶ怪しい。大丈夫？一枚だよ。長い戦いだった。腕の痛さ、逆にアドレナリンでわかんない。ウィー。
ただのスライム。あれ待って、ただのスライムさっきもなかった。単純にスライムだけで。なんだ ?3 回出てきたよな。タコの炭吐かせようかな。勝手に炭吐かす。スライムものすらものすらです。なる。ねいや、キービーは出てきたってさっき。絶対に。絶対に。勝手にコラボそう、勝手にコラボさせていただきます。で、カービーは絶対さっき出てきたって。何をどう考えても。おかしいって。ネタつきすぎなんじゃないですか?ネタが。これはじゃあ私でも書いとくかな、いっぱい。私書きすぎたかもしれない。ちっちゃいし。うん、はい、きなきなでーす。見えるかな。コンティニューコインありがとうございます。ラクダだとは思う。ラクダだとは思う。うん、あ、ピンクだと思ったらあったの。かわいいか。ペイペイ。意外と砂漠の世界観多くない?年中。あなたの幸せを願いたい。ああ、はい。玉ねぎ書いてる。ちょっと斜めになっちゃった。じゃがいもも書いてる。あと15万円のはず。まっすりして笑った。そう、黄土色のペンのせい。マスカット入れ。ぶどうもあってマスカットもあるなんてどうかな。
またね、一緒に行きまマスカド眠い寝な今すぐでも、まあ、ここまで来たら最後まで見届けたいという気持ちになってくるか。うん、お星様キラキラだからちょっとここら辺に全部書いていくかな。はい。489、11枚。めぐり。私のアラームもそのままでいいかね。好きな。いつも運命の選手だから。で。で。あと1スイカナス、今日のセットリスト、今日のプレイリスト、みんな今後入ってる曲のあたりこの流れで、この流れで出てきそうな気がしてしまうぐらい。ね、アルバムとかでさ、ずっと同じ順で聴いてるとさ、そうなるよね。ナスに顔描いちゃう。勝手にコラボ。なしちゃん。あと10枚。はい。虹がかかってるから太陽描いておこうかな。なんか太陽下手だわ。太陽下手だわ。なんか変に凝った太陽のち。そんなつもりで。はい。で、サミさん、太陽が、何色にしようかな。サインは黒でいいと。
桜吹雪の、確かに、その雰囲気出てる。終わりがけにこういう曲調だと。赤かな。すぐ食う。うまい。うまい。おいしい。あ、もう、あのね、気づいた。ジム開けるときに負担がかかってる、ここに。ペンの開け閉めで持ってかれてるわ、手の甲。やばい、バッテリーがなくなってきた。よいしょ。え、痛い、痛いです。あのね、マジちゃんと痛い。これで何？マットハンドアッキードラクエの。あ、マットじゃなかった、窓ハンドか。ちっちゃいツイランか。終わりの雰囲気出とるな。いい感じに。問答無用でタイミングよく行ったら、ラジオ体操で終わるわ。今日の配信。なんか、気持ち悪い仕事だな。なんでだ。でもあれだけ入れたいんだな。もう、全然ぐらい昔になってきたけど。全然ぐらい。マイベ達成者さんのお礼だけ取りたいんだよ。せっかくメイクしたし。こんなに後半にかけ時間がかかると。前半の時さ、クスピンだったらさ、余裕やんってちょっと思ったよね。全然思わないわ。はい。なんかね、長渕さん、サライに聞こえてくる。メロン。痛い、ここ痛い。みんな、ここ痛い。あ、違う、緑だ。もう、目が見えなくなった。
いや、たくさん食って込んでくれてありがとうで、いえいえいえ、買ってくださった皆さんのおかげですよ、おばさん。やめて、オレンジのただの球体に、横にミカって書くの。やめてほしい。オレンジの球体すぎる。あえてこれを全くいじらずにいこう。シュールだから。こいつの存在を際立たせるために。あえて何も書かずに、隣にリンゴとか書かずに、やっていこう。もうちょいうまいことやれたやろ。力尽きたんか。バナナ。バナナはわかりやすいです。よいしょー、あと3枚ピンポン玉、確かにめっちゃピンポン玉、わかんないわかんない、ざっくり花であったらそうかってなるけど。桜かコスモスかな？桜だ思わず笑う、ミサコであった。くら。私も書いとく。ちょっと違うけど。すごい。何があれってさ。多分、花びらが5枚なんだよ。それさえ守ればなんか桜っぽくなんじゃない。言うて私もうまくないわ。気づき。サイズ的にちょっと厳しかった。はい。あと2枚。いけるぞ。やれるぞ。ワニ。ここまで来たぞ。700ケージいける。いい。はい、失敗。どうだ。猫はね、うちの子はなのかもしれないけどね。なんか食べてるとね、チェックだけしに来る。チェックしすごい、大体のものは食べられない。お前、それを食べて大丈夫なんですか？って思って毎回チェックしに来るかし。チェック係。自分のことチェック係の役割だと多分思ってる。ああ。チェックは食べれるかどうか。そう、食べれるかどうか。そうね、猫って、ね、あの、人間のことを、そういう役割の猫だと思ってるらしいから。そう。餌とかはうちらが調達してくる担当。うんだけど自分はあの食べ物のチェックをする係だと思ってるかしイケメンちゃんお母さん心配してる。そう、心配はすごいしてくるなっていう感じあるよね。あの水
水洗いとか、キッチン立ってなんか水出してるときにすごいやたらニャーニャーなって、多分、水は危ないぞ。もう猫、優しいんですよ。優しいのか。優しさには溢れてる。終わった !500 倍突然のイルカなのなんの？なんかもっと感動的な何か、まあ、ラッセンとかだったら感動的か。イルカなんだね。途中まで浮かれてたキリバンの人たちはどこに行っちゃったの？キリバン中のキリバンだ。せっかくだからパンパカパンっていう感じにしようかな。この緑のキラキラで枠つけてみようかな。もうラストだから。やっと終わった！終わってよかった。終わんないかと思った。一瞬終わんないかと思った。イエーイ、500! 達成！イエーイ！お付き合いくださった皆さんも本当にお疲れ様です。え、最初から頭から終わりまでいた人いる？花火が打ち上がってる。お疲れ様。ありがとう。ありがとう。見ててありがとう。ね、第一弾配信から。ありがとうございます。ああ、勝利のリンゴ梅。うわあ、ケーキが降ってきた。いいね、ここでキックアッププライム。未来を感じる。終わりました。もう3日と2日。ゆっくりしてね、手休めてね。いや、ちょっと冷やすわ、ちゃんと。なんか、異常に孫が余ってるけど、どういう仕組み？二枚重ねだったのかな？二枚重ね、二本重ね。あ、待って、これは、はい。できました！この、お盆の処理どうしようか。とりあえず入れとくわ。あったあったあった。この人、その、封を閉じればいいんだとか、3本ぐらい使ったか。重いんだから、これ。いつ持っていけんだろ、これ。あ、これなんか弾け飛びそうだから無理だわ。怖いわ。やめましょう。これはこれで。養生とかで行こうか。終わりだけに表情。はい。グラミングで今からだ。写真撮って。何これか。わっしょい、わっしょい、わっしょい。すごい星がいっぱい来てる。ありがとう。ありがとう。はい、ありがとう。最後にみんなでさ、勝利のラジオ体操して終わろう。お疲れ、わっしょい。ありがとう。クラッカーとかも、締めの体操しよう。寝る前に体を放して。
あるよ。みんな自転してきて。いい。かかる。なんじゃなくてね、リンゴ。ほら、お題にリンゴはなかったね。リンゴです。こまんがる。鼻の穴見える。まこぐちゃん終わっちゃって。いないね。平和。カリカリうまそう。じゃあ、ちょっと最後に。ラジオ体操です。映ないで、安心してください。意外と足が死んでる。肩じゃなくて。間違えた。早めの手足の運動してた。最後まで正解が分かんなくて、ラジオ体操。そのぐらいってなんだ。わからんよね。いつだって。いつだってわかんないよ。腕、これ。あ、違う。腕の運動にばっか。全部先走ってる。未来を生きてる。覚えてる？ラジオ体操は。覚えてないよね。ただ、お横に投げる運動。でも、持ってたか分かんないし。ああ、ケーキありがとう。みんな。3回が分かんないで、今。後ろに。なんこれ、一瞬分かんない。これが、また後であんだよな、でも。分かんない。体を閉じる運動。ねじる運動か。こうか。毎回右から始めちゃう。手足の運動さ、そんなに入ってくるんだけどさ、違いはないのよ。お水の横に腕つけるやつ。これか。これ。なんて言った？これかな。違うかな。これかな？違うかな？大丈夫ね。何もわかんないよ。13分してるんだって。てかさ、夜遅すぎてさ、リアタイしたい人を見れないから、今日さすがにメイク落として寝るから。ありがとう、配信は今度する。まあいいべ。まあいいべ。うん、まあいいべ。全然ぐらいの。あれ、なんだっけ？あ、また手足ね。何度だってくるよ。手足。じゃあ、次回までに、次回長時間配信するときはちょっと覚えてから。皆さんありがとうございます。本当に。ほんとに。皆さん、本当に。エンディングテーマっぽいね。でも、こうやって聞くと、ガトソンドは。はい、ちょっと。ラジオ体操は、今度は、覚えてきます。それだけ、それだけ、
忘れないで覚えておきます。私も配信ありがたい。こちらからこそ本当にこんな鬼ネガ配信ありがとうございました。深夜3時。さすがにみんな寝よ。さすがにみんな寝よ。ビッグラブ、おやすみなさい。ありがとうございました。おつかみ山。さあ、楽しみに待ってください。買ってくださった方、皆さん楽しみにしててください。ありがとうございました。おつかみ山。いい。